はい、それではジェダイフォールオーダーの続き、今回は少年カル編ですね。遊んでいきましょう。この扉がね、懐かしいですね。デススターによくありましたけども、まあ、ここはデススターじゃないと思うので、スターデストロイヤーの中でしょうな。クロントルーパーとまだ仲いい。もちろん。楽しみだな。訓練の時間か。いつもだ。頑張れよ。後でな。また。うん、仲いいんだよね、まだ。オーダー66の前なんでしょうね。この辺り。ほー。時期に新しいオーダーがあるようだ。やっとか。それでこの吐き溜めから出られる。ブラッカを出るのか。多分な。また聞きの噂であまり期待をさせるなよ。大丈夫。マスタータパルが言ったら信じる。お前のマスターって。ああ、もう行かなきゃ。ジャルが待ってないか。ここブラッカーの一番最初のゴミ拾いしてたジャンクの星ですね。そこの上空かなんかなのかな。このドロイド色ついてるんだ。このいかにもゴミ箱カラー作りましたみたいなドロイドね。やけに急いでるな。マスタータパルに呼ばれてる。景気づけだ。こんな風に仲がいいんすよね。さあマスタータパル。ハダマン、これより訓練を行う。はいマスター。私の元まで来い。あまり待たせるなよ。この訓練がまためんどくせえんだよな。そうだ。んで、ここ確か、こうこうこう。これ掴めるってなかなか分かりにくいよな。はい。なるほどね。ほいっと。これって動力は何なんですかね。マスタータパルがフォースを使ってこのブロックを動かしてくれてるんでしょうか。食らわないぞコマンダー。あれ、今の攻撃は予測できたはずだ。あ、いいぞパダワン、ここに来い。あれでよかったんか。あのブラスターってそのダメージ与えないモードみたいなのもあるんですね。はいっと。はい、マスター着きました。しょうもねえ訓練だったな。鍛えることからだ。その前に命令を受けた。ブラッカはもう無事だ。近くマイギー島に向かう。やった。マイギー島って発音するのね。マスターどうしました。何かがおかしい。あ、危ない。強い。一体何が、どうしてコマンダーが。パダは何か恐ろしいことが起きた。クローンが裏切った。だがまだ何が原因かまでは分かっていない。この船を降りる必要がある。急ぐぞ。脱出ポッドに向かえ。メンテナンスホールを抜けろ。訓練はできている。思い出せるな。はいマスター。でもマスターは。私は敵を引きつけてから合流する。到着して私がいなければそのまま脱出しろ。ブラッカでお前を見つける。いいか、分かったな。はいマスター。連中が来る。強化扉は閉じておくが、もし万が一の時は決してためらうな。行け。フォースと共にあらんこと。行け。行くんだ。お、いたぞ。すぐに撃て。やめてくれ。オーダー66のエピソード3で、ね、これぐらいの少年が、撃たれまくってるシーンがありましたね。あのショッキングだね。よし、殺す。どうせなら全員ぶち殺したいんだけどね。ぶった切ってやる、あいつら。はい。ああ。
入れなかったか。追ってはいないのか。ぶった切りたいんだけどな。何だかわからない。どうなってるんだ。ジェダイは見つかったか。子供が見当たらないぞ。くまなく探せ。近くにいるはずだ。また止まった。待て、何の音だ。部屋を押さえろ。あたりを探せ。下にいるみたいですね。あら、おいおいおい、待てよ。ああ、なるほどな、こういうことか。はい。死傷者発生。ダバルに複数の部隊がやられた。ためらわず撃て。了解した。何が起きてる。どうしたんだ。なんだ。ジャルタパル頑張ってるみたいですね。ハーボリフトが近いはず。そこからあとちょっとだ。これダブルブレードにならないか。いやー、じゃあどうすんのかな。あれ、ん、ああ、なるほどね。おいっと。結構機敏な動きができますね、カル君もね。これあれか。きっとできる。とにかく動くんだ。体力表示されてないし。あれ、あれ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 。今わざとあのガードせずに撃たれたつもりだったんですけど、もともとムービー入る感じだったんですね。こっちか。なんでこんなロープがあるんだよって話だけども。おー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 、さっきいたところが。このオーダー66の悲しい音楽ですね。なんだっけ、悲しそうなね、パドメの顔が浮かぶ曲ですわね。おお、タパルやってんね。すぐ先に起動スイッチが。スリップするにはそれを使うしかない。はい、マスター。ああ、一応なんか話し合いはできてるんだね。タパルをエアロックにとどめている。応援を呼べ。おい。これ面白いんだよね。あれ、ああ、なんだ、俺が開けてあげんのか。何の音だ。構えろ。タパルと一緒に入ってきた人一周目も言ったけど、一緒に入ってきた人は絶対仲いいというか、くっついて入ってきたもんね。何なんだ。こっち？こっちか。宇宙船だからかな。いっぱいしっかりとしたドアがあるね。いやいや、ライトセーバー使えよ。1,2,3,4,5,6 人か。これはカルが悪いな。カルじゃねえ、ジャロタパル本人が弱すぎるのが悪いわ。
で瞑想して今のオーダー66を思い出したんでしょうな。あら、また変なとこ来ちゃったな。これはあのクジェットの霊病のなんか悪い力というかそういうものが見せてるのかな。パダワン。おう、久々。10年ぶりぐらいかな。お前に教えるべき時が来た。え、5年か。お前強いのかな。うい、あれ、よし、これができるようになったんですよ。通じてないみたいだけど。ん、まだ意志が弱い、規律が欠けているぞ。何すりゃいいんだ。ほらほらほら、私を殺したのだ。フォースを遠ざけている。あんたが弱すぎただけでしょ。お前には失望した。おい、遅すぎる。は？あ、そうだ、お前は私を手にかけたのだ。弟子よ、お前は失敗作だ。臆病な裏切り者、お前などジェダイではない。やだ。ああ、ずっとここでわちゃわちゃしてたんだ、カル君。あ、あ？お前何やってんだよ、バカタレが。そうか、ここで自分のライトセーバー壊すんか、このバカは。オーダー66。オーダー66でうんちゃらかんたら。ああ、まあ、さっきの話の、あれですな。BD。ああ、早く、ここを出よう。なんて言ったらいいか。自分でもわからないんだ。貴重な壺とかを破壊しとこうかな。でもあれ、腕力で破壊したのかな。さすがに違うか、フォースでぶっ壊したのか。でここがまた大変なんですわ。予定通りに行ったかね。警告はしたはずだ。俺に構うな。お前に構うな。自分の身を守る術も持たない迷い子ごときが。まさか。もういい、終わりにしろ。お前は誰なんだ。タロン・マリコス、元ジェダイだ。お前と同じ。我々はよく似ている。どうかな。おう、共に粛清を生き残った。兵士たちに裏切られ、彼らをこの手で切り捨て逃げるしかなかった。この忌まわしい地に。オーダー66でマリコスさんここに落ちたのか。私は飲まれかけた。だが打ち勝ったのだ。あんたがナイトブラザーを。そうだ、いい背中してるね。あの蛮族どもは力にしか従わない。わかるだろう、フォースは最も強力な味方だ。お前は私欲のためにフォースを使っている。ジェダイの理念に反する行為。今は暗黒の時代だ。連中に滅ぼされてしまう力を合わせなければ。お前の助けはいらない。その壊れたライトセーバーはそうは言っていないぞ。中で見たのだろう。違うか。恐ろしい何かを。ラソミアは恐ろしい場所ばかりだぞ。家族になれ。お前にあの力の使い方を教えてやろう。家族になれ。お前に力の使い方を教えてやる。聞いたことあるわね、マリコス。シスターメリー、お前が口を出すことではない。長いこと
お前はジェダイが私の姉妹たちを虐殺したと言ってきた。そこにジェダイがいるけれど、そいつを家族に迎えるつもり？始末しろと言ったはずだ。だがお前は力が足りなかった。力？狂っているわ、マリコス。ダソミアの闇に飲み込まれた。私は信じる相手を間違え、ナイトブラザーたちをお前に預けてしまった。ジェダイとは違う。ダソミアのナイトシスターは仲間を裏切らない。私たちの絆は永遠だ。お前の仲間は死んだ。そうよ、お前の周りにその墓がある。ここはまずい。シュン・ソラーデニテロリオリエ。おお。愚か者が、お前に力は扱いきれない。共に学ぶがいい。一人のナイトシスターを敵に回せば全員が敵になると。逃げろ。背中から生えてるのは何なんだろうね、ナイトシスターの。うわ、俺はいいんだけどさ、タロン・マリコスどこ行った？あれ、ちょっと待って、タロン・マリコスどこだ？あれ、タロン・マリコスさんどこいんのかな。こん中にはいないよな。でもタロン・マリコスってボスになったらこの先に出てくるんですけど、いないなあまあそんな悠長なこと言ってないで船に帰りましょうか。危ない危ない。あー怖い怖い。はい、さよなら。な、いるじゃん、やだな。あれ、フォース空か。もう一回使っただけでフォース空になっちゃうのか。いでででで。どうやって帰ろっかな。どうやっても何もこうやって帰るしかないのか。ナイト、あ、めんどくせえな。うわ、2ダックいるし。おい、痛い。離陸を準備させてくれ。何があったの？ナイトシスターのシスターを呼び出した。追われてる。おいおいおい、そいつら連れてくるのか。船長、離陸の準備を。いっぱいいるね。めんどくさいな。はいはいはい。離陸の準備っつうか周りにいるじゃん。まあ、侵入されるぞ。まあ、別にいいのか、視野がいるし。船を出すんだ。わらわらわら。何をしたんだ。死んだ魔女どもが船に群がってきたぞ。早く。うわ、楽しそう。何があったの？霊廟は見つけた？マスターのものね。見たんだ。マスター・タパルが死んだ日のこと、俺の過ちを。カル、もう壊れてしまった。救えなかったんだ。カル、あなたは子供だった。違う違う、俺にもっと力と勇気があれば救えたんだ。ちゃんと学んでいれば助けられたんだ。分かってる。カル、私が帝国から逃れた時にあったことを話しておくべきね。またトリラに会ったの。でも彼女の目を見た時、私は罪を理解させられた。尋問官になっていたの。そして私は我を失った。力を抑えられなくなった。手を伸ばしたのよ、ダークサイドに。そして全員殺した。一人残らずよ、彼女以外。
そして長いこと自分を許すことができなかった。廃人同然、怒りはどんどん溢れてきて、目をそらそうとしても自分からは決して逃げられない。だから死ぬことだけを考えてた。そんな時ホロクロンのことを知った。まだ未来はあるかもしれないというわずかな希望、自分たちにできる何か。立って。あなたのマスターの最後は変えられないように、私のしたことも変えられない。過ぎたことよ。でもカル、あなたは選ばなければならない。でもここから始めなさい。新しいライトセーバーを作るのよ。目でっかいな。データ版クエストマスターの影、まあ見なくていいか。はい、新しい星でございます。そろそろマンティスの色も変えようかな。まだソミアから出たしね。雪山仕様にしとこうかな。シアはなんか弟子が尋問官になってたっつってたけど、今も尋問官コスチュームしてんだよね。ああ大丈夫だ。もっと大きな意味よ。ジェダイは誰もがダークサイドに誘われる。それに屈するのは簡単よ。あなたもそれと戦い続けてる。フォースとの絆を絶った後でも。誰もがそうなのよ。けどそれが試練なの。戦いを諦めないことで自分が何者か分かるの。ん？貸してくれんだっけ？俺もずっとそれが知りたかった。うい、惑星イラムというところらしいですね。あれ、ん、ちょっと待て。視野からライトセーバー借りはしたけど使えないね。ボタン押しても攻撃できない。マンティスの色を変えましょう。はい、マンティスの色ちょっとだけ変わったかな。共和国っていう色にしました。ここだと見えにくいな。で右と左がありまして、左は確か帰り道だったと思うんだよな。あれ、あれ、こっち合ってたわ。久しぶりだけど、まあ覚えてる。ジェダイになる子供が来た場所、あの頃。ということでね、ここそのジェダイのパダワン、つまりまあ訓練生かな、が必ず来る場所なんですわな。っていうのはこの星の中にまあ遺跡みたいなのがあるんですけども、そこでね、あのライトセーバーの、まあエネルギーのエネルギーを引き出す石が取れるんですわね、この星で。ここか。でその石を、まあ、自分で探し出して、拾うっていう、まあそういう試練というか訓練じゃないけどあるんですよね。クローンウォーズの中でそういったね、今見るってなったな。こんな吹雪は初めてだ。嵐とジーン、何かつながってる気がする。こっちか。
で、クローンウォーズの中でそういう話が出てくるのでね、面白いから見てみてほしいんですが、よいしょ。なんかね、割とそのオーダー66の時のカルぐらいの子供たちがこの寺院に入っていって、カイバークリスタルっていう石かなを、まあ、みんなで拾い集めるっていう、そういったお話ですね。割と怖いんですよね、その中のお話が。それぞれのそのパダワン訓練生たちが、まあ、なんか特定の場所にあるってわけじゃなくて、なんかランダムで配置されてるんですよね。それをみんなで拾うってことなんだけど、まあ、見つけられない場合もあるしね、時間制限があったんだよな、確か。なんだ、ここでジェダイが瞑想した。これまでくぐり抜けた数々の冒険や試練に思いを馳せた。マスターマーティカムロン、誰？知らん。見る。これじゃ何も見えない。早く戻ろう。顔が凍りそうだ。あれ、こっちライトセーバーがないといけないな。これでちょっと待て、どこ行きゃいいのか分かんなくなったけど、あれ、なんかどこからかね、横に抜けられたんだよな。左だった気がすんだけど、あれ、ここだわ。なんか遺跡っぽくなってきましたね。はい、壁画がギャザリングの間。ギャザリングの間はクリスタル洞窟の入り口に置かれ、ジェダイマスターたちに連れられた子供たちがカイバークリスタルに出会う聖なる探索を始める前に指示を受け、瞑想を行う集会の場として用いられていた。ここが、カイバークリスタルを集めるためってありましたね。で、そのカイバークリスタルの色がライトセーバーの色を決めるってことなんですよね。ライトセーバー青とか緑がポピュラーですけども、暖かいな。そのクリスタルの色によって、まあ、決まってくると。1000年前にイラムに陣を建てたジェダイマスターたちによって作られたこの窓は、自然の外光を収束して熱を得ることができた。大きなガラスの、最高級を抜けて生み出された強烈な光のビームが氷の特定の場所に当てられ、熱によって氷が溶かされた。1000年前ってことはマスターヨーダが、まあ、生まれた時ぐらいか。確か1000歳弱ぐらいの年齢じゃなかったっけな、マスターヨーダは。じゃあヨーダではないのか。その、ここは覚えてる。マスターヨーダが扉を溶かしてくれた。フォースじゃない、クリスタルでだ。光を通し熱を伝えた。俺たちもできるはず。で、今光がね、あの氷のやつにちょっと当たってなかったんですけども、あれ当てると、まあ、光が屈折してね、奥の氷の扉が開く中寸法なんですけども、これがまためんどくさくてね。まずやらなきゃいけないことは、で、あの紐がつなげられるんですよね。で、こうつなげるとね、ちょっと氷の位置が変わるんですわ。あ、ちげえじゃねえか。あー、なるほど。これはね、あっちにボーンとやると。
配置変わりましたね。で、これで、ちげえじゃん。なるほど。多分ね、多分これで、こうして、でもって、これを、はい。で、紐を引っ張る。もう、カルが自分の手で、こっちこっちこっち。で、これで、ああ、違う。あれ？間違ってんのかな？間違ってる気はしないんだけど、これで合ってる気はするんだけどね。これで、やっぱり違いそうだな。あれ？全然わかんなくなっちゃったよ。ここのね、氷を溶かせるんですわ。溶かせなくなっちゃったな。で、ちょっと待って、これで、カルが、物理的に、あっちに引っ張る。違うんかい。くそ。なんか違いそうだな。何かあるのか？ん？おうおう。ジェダイマスターの像。こういうローブをみんな被ってるよね。クリスタル洞窟に通じる大部屋は名高いジェダイマスターの像で飾られていた。何百年も前に作られたその像は、かつて偉大なり士、ジェダイオーダーの聖なる知恵と悟り、不屈の精神の象徴として仰ぎ見られていた。はぁ。んなことはどうでもいい。わかんねえぞ。あれ？結構難しいな。これでもなぁ。もしかして、こっちに、あ、こっちで引っ張るのか。これでね、溶けたね。おいでもって、どうすんだっけなぁ。とりあえずこれは、こうして。これちょっとこういう風に固定しとくかな。こうすることでいいんだっけなぁ。まぁ、ちょっと戻ってね、上の光を当ててみましょう。これなんじゃい？おぉ、これクリスタルか。クリスタルではないか。氷か。主語クリスタルかい。陣のエントランスに置かれたクリスタル。光を増幅して特定の場所に熱を集める仕組みになっている。光によって氷が溶けると、ジェダイの身が知る隠し通路への道が開ける。あ？何やってんの俺は。間抜けな死に方をしたな。んで、今クリスタルが、あれ。これ違うかもしかして。当たんねえな。なるほどね。ちょっと位置を変えてきますね。変えてきますねっつうけど。これでいいんじゃん？で、ちょっと上に戻りましょうか。ちょっと戻れなくてね。こっち移動してから、こうやって、はい、これ繋いで、んで、ボーンと。はい、これで大丈夫なはずだ。よいしょ。ほいっと。めんどくさかった。いきますよ。よし、完璧。ダメージ食らわない、さすが。なんだビディワン。いいぞ。何をスキャンしてるのかな。助かるぞビディ。
ジェダイの仕掛け。この古代寺院には環境を制御したり、通路への立ち入りを制限したりするためにジェダイの仕掛けが設置されていた。こういった仕掛けの多くは単純なレバーや回転アーム、その他の基本部品から構成され、正しく設定することで目的を果たすことができた。めっちゃめんどくさかったね。一周目とか普通に全然わかんなかったんだよね。お、ジェダイの像がある。はい、それじゃあここでね、セーブして、今回の動画は終わりにしますか。次回は多分ライトセーバー修理できんじゃないかな。うん、はい、それではご視聴ありがとうございました。